台所仕事がちょっと楽になる。進化した最新キッチン便利グッズベストセレクション。ちょっとした食材をパパッとみじん切りにしたい。でもフードプロセッサーを出してくるほどの量でもないし、包丁でやるのはめんどくさい。そんな時に便利なのがこちらのキッチングッズ。驚きの軽さ、場所を選ばずどこでも使えるハンディチョッパー。こちら重さはわずか 230g で大きさも手のひらサイズ。しかも電源は必要ない。だから使う場所は選ばず収納にも困らないんですよね。こんな綺麗な引き出しはないけど。こちらのグッズ容器の中に食材を入れ、いっぱいいっぱい入っちゃう。軽く引くだけで、ご覧の通り簡単にみじん切りができるのだ。あら、すごい。あー早い。あーわー、お母さん、均等に切れて早いですよ。痛くなってあーすごい。うわ、そんなに力もいらないし。え、こういうのがあるんですか今。うわ、知らなかった。力を入れなくても切れる理由は2つ。この商品のここがすごい。一つ目は上下2枚ある刃の上部分だけが可動式になっていること。これにより上の刃が下の刃を追いかけるように動き出し、下の刃がうまくカットできなかった食材を上の刃が助太刀するようにカット。この連携プレーにより食材がスムーズに切れるのだ。そしてもう一つが容器の内側にある6箇所の出っ張り。食材がこの出っ張りに適度に引っかかることで刃に押されて食材が滑ることが少なくなり、カットの効率をアップしている。あれだけのことで、すごい。いや相当ですよね。こういうのって今いろいろありそうじゃないですか。具体的にはちょっとやって、なのにこれが流行ってたんだけど、なんかずっと炒めなきゃいけない時は細かくやってやれば時間も早くなるし。それではスタジオの高橋さん、ハンディチョッパーを使ってみじん切りにしてみてください。やってます。軽く引くだけで大丈夫ですよ。はい、玉ねぎ。わ、本当早い。あ、早いですね。あ、もうかなり。しかもすげえ。しかもなんか楽しい。ね、超早い。もうだって粉粉ですよ。ほら、わ、すごいよ。はい。え、にも。にじんもいってみましょう。にじん。硬いかな。あ、全然なんか重くない。うわー。早いです。これ枕元でやれば子供も起きる。早く起きろ。あっという間ですね。あっという間、電気使わないし。はい、ほら。うわー。すごいです。ね、これいいよ。いい。ねえ、うん、やってみたい。はー。みじん切り以外にも蒸したじゃがいもやアボカドを入れればペースト状に潰すことができたり、ついついやりすぎてしまいました。バジルとオリーブオイル、調味料を加え混ぜ合わせれば自家製バジルソースも簡単に作れます。以上が毎日の台所仕事がちょっと楽になる最新キッチン便利グッズベストセレクションでした。どうですか高橋さん、香取君、欲しいのがありましたか？ありましたね。